はい、皆さんこんにちは、カリアです。ビワイチ企画最終日編やっていきたいと思います。最終日の今日はね、いつもより距離が短くて時間があるので、ちょっと寄り道をして安土城と彦根城に寄り道をして、やっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。すげえ。よっしゃ、行こう。マジか。よいしょ。しか登っていい。階段登り終わったんだ。登り終わったって言っていいのか分かんないけど、きつっ。あ、でもこっから見える景色が綺麗ですね。よし、もう完全に息切れしちゃって。ね、ロードで走っててパンパンになった足で登るのは結構きつい。右天守、信長公のお墓と天守閣はそっち。よいしょ、待って、まだ登るわ。オーケー。マジか。この階段が。あ、でも石垣は見える。よし、行こう。てか一段一段がすげえ高い。もうちょっと帰り。このまた階段逆に下るのきつい気がする。よいしょ。よいしょ。お、ゴールが見えてきた感じかな。門の跡。
ルの跡ってまだ二の丸なのに。これを登り切れば天守閣か。よいしょ、やっとだ。ああよっ。続いた天守台跡。一応ここが一番高いとこのはず。マジか。これ登っていいのかな。やめとこうか。もうあんまり、でも焼けちゃった後だからあんまりないですけど、まあ後だけなんでね。えこんな山の上で生活してたのか。でもこれ、あ、そうなんだ、天守閣の地下1階ぐらいの。そうか、なるほど。まあ、今は石垣が結構もう耐久が、石垣の耐久があんまりないから今はもうこういう状態なんだね。なるほど。疲れた。結構登ったからね。なんか400段みたいなこと書いてあったけど、400段でも登ってない気がする。あーでも景色はいいね、やっぱりすごい。さっきのところもまた高いからね、いいね。よし降りよう。車が見えましたよと。次のチェックポイントが能登川水車かな。なんで、ひとまずそこのチェックポイント取って次に行きます。彦根城かな次は。はい、到着。すげえ、本当に水車。彦根に入りました。もうあと彦根を越えたら終わりやね。エリフェイ。残り15キロ。もうちょいやね。いやもうだって140キロぐらい走ってる計算になるからね。はあ、さすがに足がパンパンです。
全に海みたいよ。いやでも本当曇りで良かった。まあ寒いけどね結構。まあでも雨の中走るよりはずっといい。よし、じゃあもうちょっと頑張りますかね。めっちゃ景色いい。これだよこれ。いやこれを求めてたんだよ。あんまり映ってないとは思うけど、いい景色です。
ということで、到着しました。いやもう今ちょっと片付けてお土産買ってっていうとね、っていうところだったんですけど、なんとかね、着きましたよ。本当に前半はどうなることかと思いましたけども、まあなんとかね、まあ大きな怪我なく完走できたのは良かったんかなと思います。はいまあ何回かね道間違って迷ったりとかしたいろいろ、まあ本当にあげればキリがないんですけど、うん、まあでも、まあ、走って良かったね。いやあとおケツが痛い本当にもうね、最後の方とかもう本当にちょっとの段差でこう 自転車が跳ねるじゃないですか。それでおケツが痛くてしょうがなかったんですけど、まあなんとか無事に持ってくれました。持ってくれたって言い方が正しいのか分かんないけど持ってくれました。はい、さあということで、まあね、154キロかな、無事に走り終わりました。いやまあ、早い人なら多分もっとね僕より時間かけずに走るんでしょうけど、まあ初心者にしてはよく頑張った方かなと個人的には思ってます。まあスピードは期待してもともとねあれだったんでいいんですけど、うん、まあなんとかね無事に完走できたのが良かったかなと思います。はい、であとはまあ、ビワイチのねチェックポイントのやつも前原駅最後で、それ以外、全部、どっからやったかな、まあ、全部やりを、まあ、一箇所ちょっと抜けてるところがあるんですけど、まあ、それ以外のところちょっとは、やり終わりましたので、終了して、あとは認定証が届くのを待ちたいなと思います。はい、ということでですね、まあ本当に1日目の動画はもう本当に雨の映像ばっかり、何の面白みもないとは思うんですけど、まあ見ていただいて、ありがとうございました。3日間、3パートかな、見ていただいてありがとうございました。またね、今後もサイクリング動画上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひ、見ていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また、次のサイクリング動画でお会いできることを楽しみにしています。次回の動画も見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。